カルタサンジです。最終選考会、最高のパフォーマンスを出して絶対にグランプリ取りたいと思います。応援よろしくお願いします。自分自身の、まあ、それこそ一言で言うと、その限界を知りたかったというか、自分がどこまでやれるのかっていうのを知ってみたかったって言ったら、なんかちょっとカッコつけてる感じは出ますけど、なんかもともとその憧れはあったんですよ、芸能界に。であんまりこう自分が出るっていうのはなかったんですけど、こうたまたまジュノンの応募フォームというかところにたどり着きまして、何かこれも縁なのかなと思いまして、うん、もうそれこそ最年長でラストイヤーなので、よしじゃあ出てみようと思いまして、うん、出場しました。そうですね、もう正直驚きが 100% で頭真っ白になったんですよ、うん、それこそ僕敗者復活で、うん、あのスーパー敗者復活最終面談で選ばれたんですけど、こうその選ばれた当時は達成感とか嬉しさっていう今の感情よりも、本当にあ選ばれたんだっていう驚きが強かったっていうのが今の印象ですね、はい、そうですね、自分の特技がモノマネなんですけど、60種類モノマネ持ってまして、では、昔の松本人志さんいきますはいはい、松本です。まあそうですね、何でお前その僕なんですけどね、お前なんかその浜田がだから何て言うかですよね。ありがとうございます。そうですね、自分は武田真治さんのように、うん、こう俳優さんからタレントさん、そしてモデルさんまでこうマルチに活躍できる、うん、マルチタレントになりたいなと思ってます。武田さんのようにマルチに活躍してしたいという思いと、自分自身自分らしさを全力にこう出して唯一無二の存在になりたいと思ってます、うん、少しおこがましい話なんですけど、昔からそうなんですけど、自分はあの人と喋ることがすごく好きなので、あのよく趣味、休みの日とかは友人とご飯に行ってもうめちゃくちゃ喋ったりっていうのをしてますね。一言必ず言ってくれる方、なんかありがとうとかお疲れ様みたいな、そういう些細な一言を言ってくださる方にはすごくキュンときますね、うん、皆さんここまで応援本当にありがとうございます。正直自分が一番だと思ってます。他の方がどんなモノマネをやろうが、僕のモノマネ以外見ないでください。以上です